やっと会える。あなたが好きです、痛いほど好きです。あの時先輩に会えたから、俺は今ここにおるんです。な、恩人みたいに思われてもうぜえし。うぜえ。ほら行くぞ。先輩、あの日のビー玉みたいに目が離せなかった。先輩の気持ちが 100% になるまで頑張ればいいですか。宝のビードロー。